トリグベグラントリグベグランはノルウェーのパイロット、探検家、作家である。ベルゲンの豊かな造船業を営む一族の家に生まれた。造船所のオーナーであった父親は5歳の時に亡くなったが、1900年に1年ほどスイスでドイツ語とフランス語を学んだ。1907年海軍大学に入り、1910年の春卒業した。フリチョフ南線の水薦で、 ノルウェーで南極探検の準備をしていたロバート・スコットに協力し、スキーの名手であったグランは、スキーの教官としてテラノバ号の探検に参加した。1911年1月に南極に到着し、南極点を目指すメンバーを援助する補給基地の13人のメンバーの一人となり、ロバート・スコットらが南極点に出発した後、グリフィス・テイラーに率いられて、 南極西部の産地の探検を行った。1912年11月には、スコットのパーティーを創作する11人のメンバーとなり、スコット隊の遺体を含むテントを発見し、遺品を回収した。南極を去る前に1912年12月、レーモンド・プリストリーとフレドリック・フーパーとエレバス山に登頂し、噴火に遭遇した。帰国後、ジョージ世から勲章を受勲した。 南極から帰った後、アイルランド人のパイロット、ロバート・ローラインと出会い、航空に興味を持った。パリのルイ・ブレリオの航空学校で学び、1914年7月30日、ブレリオクシーマイナスに単位置き、CA フロット号で北海を越えて、スコットランドのクルーダンベイから、ノルウェーのジェランまでの 465km を4時間10分かけて飛行し、北海を越えた。 最初のパイロットとなった。北海横断の5日後、第一次世界大戦が始まると、ノルウェー陸軍航空隊の最初の士官となったが、イギリス陸軍航空隊に志願した。ノルウェー国籍のため、志願は拒否されたが、カナダ人と称して、陸軍航空隊に加わった。各地の部隊に参加したたかった。戦後、ヘルマン・ゲーリングと知り合った後、 自らの飛行記録とゲーリングの飛行記録を比較して、1917年9月8日か9日に空中戦の後、ゲーリングの蒸気を撃墜したと主張した。グランはイギリス空軍から戦時功労賞を受訓した。第一次世界大戦後は航空と極地探検の講演を行い、著作を行った。九百十九年にはロンドンからストックホルムまでを最初に飛行し、 1928年には飛行船イタリア号で遭難したウンベルトノビレの遭難。第二次世界大戦中はグランは国家統一美ドクン・クビスリングの愛国党のメンバーと伝えられた。国家統一はグランを国家的英雄として宣伝し、グランの北海横断飛行の30周年に記念日程を発行した。グランは全大戦で イギリス空軍に参加したことから、ナチスの占領下で報復を恐れて、国家統一に参加したか、ゲーリングとの友情やノルウェー空軍が、グランに仕事を与えなかったことから、国家統一に参加したと推測されている。戦後の1948年に、グランは裁判にかけられ、18ヶ月の懲役刑を宣告された。1980年に、グリーンステッドで90歳で没死した。 ありがとうございます。